授業へ行かなきゃ。わあ、見て、これこそがドールハウス。でも私の方がもっと上手に作れる。絶対コンペに参加しよう。ちょっとどいて、私も応募したいの。離して、危ない。わあ、ダメ。どうしてくれるの。ペンが欲しかっただけなの。わあ、え、どうなったの。わ、いた。何よこれ。ここはどこ。あ、これすごい。ドールハウスを作るのにいいかも。何からしようかな。完璧に作りたい。まずは壁を作るの。色紙を使ってね。早いし簡単。それにすごくカラフル。どう思う。気に入ったでしょう。私デザイン得意なんだ。ブリトニーどうしたんだろう。え、もう始めたの。そうだよ、すごい。羨ましいでしょう。インスピレーションが欲しい。違う。これでもない。あ、これならいけるかも。あとは待つだけ。おお、やった。すごくかわいい。気に入った。ほら見て見て、必要なものが揃ってる。え、気に入らない。大丈夫、私に任せて。金色が必要。高級感あふれるのが好きなんでしょ。変えてあげる。ちょうどいいサイズに切ったらここに貼る。どう。よかった。眠い。あなたも疲れてるの。何もやっていないのに。いいこと考えた。このカーテンにちょっとだけ手を加えるの。ちょきちょき切ってね。これで OK。 段ボールとカーテンでベッドを作るの。心地よさそう。これでぐっすり眠れるよ。つまらないな。家具置かなきゃ。おやすみ。あれいいかも。私たちにも必要。あ、そうだ、ケンドル、ハロー。何してるの。あの材料ちょうだい。お金なら払うから。わあ、これならいろんなものが買える。チョコレート。大丈夫。え、全然足りないって。もっとくれるの。わあ、今日って人生最高の日。おお、早くしてよ。ギャー、私お金持ち。生きててよかった。はい、全部あげる。やっと。ふわふわのベッドを作ってあげよう。四角く切ったら飾り付けをするの。金色でね。でももう少し華やかさが欲しい。フォームに松針を刺すの。パールみたいでしょ。これが最後。あとは一つにまとめるだけ。ヘッドレストに、あったかいブランケットとお枕もね。わあ、すごい。ここに置いておこう。屋根にはリボン。カーテンを取り付けるよ。リラックスできるようにね。完成。見て見て。おやすみ。はあ、最高。お菓子食べ過ぎた。歯医者さんに怒られるかな。起きて。じゃなくてコケコッコ。もう朝。よく寝た。あれ、人形どこ。そこか。ねえ、そこで何してるの。無視しないで、こっちに来て。聞こえないの。ふ、嘘。顔がすごい。チョコレートだらけじゃない。綺麗にしなきゃ。別にいいんだけど。ふてくされないで。はいはい、わかった。お風呂のメイクオーバーが必要ね。金色の絵の具を塗ろう。テクスチャーが素敵。乾いたら端の方に金色のテープをつける。うわ、贅沢。お風呂もおしゃれじゃないとね。金色のトイレも用意するよ。改善の余地がある。便座を塗ってグリッターを振りかけるの。タンクには金色のテープがぴったり。金色のチェーンも。こんなトイレ初めて見た。完成。どう、すごく豪華でしょ。家の中に入れておくね。トイレはここ。お風呂はベッドの隣。高級感あふれる浴室になった。お風呂をためるよ。あ、これ使おう。お風呂に炭酸を入れる。泡が欲しいからね。ミントも加えればジャグジーの出来上がり。はい、入って。リラックスする時間だよ。お菓子を食べる夢って最高。あれ、現実だった。ん、何の匂い。もうやめてよ、臭い。
何食べたの？うわ、もう気絶する。ちょっと臭すぎだって。シャワー浴びないと。ストローしかない。でも大丈夫。ストローをこうやって折ったらハサミを使うの。ここを切ったら曲がる部分にも切り込みを入れるの。パーツをノリでくっつけたら赤と青のビーズをくっつける。次はトイレを作るよ。ベースはフォーム。厚紙を巻いたら便座の出来上がり。必要なものが揃った。壁にシャワーをつけたらトイレの完成。もう少し家っぽくしよう。入ってゴシゴシ洗わないと。ほらどうぞ。一安心。気持ちいいでしょ。いい匂い。でもドレスが汚れてる。大丈夫、新しい洋服出してあげる。ショッピング大好き。楽しいよね。わお、ワクワクする。何があるかな。いまいちね。違うの試した方がいいかも。どう思う？待って、金色の生地使えるかも。オーダーメイドのドレスを作ろう。まずはテーブルの上に生地を置く。厚紙で型紙を作ったよ。周りを切ってパーツをつなぎ合わせるの。意外と簡単に作れちゃった。試着してみて。うわ、すごい似合う。モデルみたい。ランウェイが似合うわね。リフレッシュ。わ、早くしなきゃ。気持ちいいでしょ。わ、いい匂い。え、見てあの洋服。もっとすごいもの作らないと。その前にこの中じゃない。ここはどこ？寝室じゃないみたい。一体何をしてるんだ？は？それ使わせて。マスクかい？その中に入ってるよ。やった、ありがとう。違う。これ待って、これいくら？全部あげる。バイバイ。今の誰？ドレスを作るよ。あ、そうだ、あれが必要。ストロー。おしゃれに仕上がるはず。作るよ。まずはマスクのストラップを取るの。どっちもね。次にマスク自体を切る。真ん中から真っ二つになったら横に並べる。くっつけて折れば、これだけで完成。かわいいスカートでしょ。はい。わお、トップスにぴったり。ヘッドスカーフもいい感じ。洋服掛けが必要ね。これでたくさん掛けられるよ。完璧。これ見て、座る場所が必要でしょ。素敵だと思わない？うわー、ダメー、やめて、こんなの無理。え、どこから来たの？椅子がボロボロになっちゃった。そうね。ちょうだい。どうしてこんなことに。ごめんなさい。待って、そうだ、金色で隠そう。完全に忘れてた。ここを折ったら完成。いい感じでしょ。壊れてよかったかも。部屋にぴったりなデザインだし。王座に座ってみて。ケンドル、どう思う？見せて。わお、おしゃれだね。そうだ、私も椅子作れるかも。よし、スポンジ同士をくっつけたら糊を乗せるの。端っこの方までに生地で包んだら糊でくっつけるよ。丁寧にね。真ん中には黒いフェルト。ひっくり返して後ろと横も同じように作る。ソファーの出来上がり。座ってみて。いい感じでしょ。小物もあるよ。部屋に個性が出てきたでしょ。お腹すいた？ケーキあげる。植物もね。絵なんかどう？こういうの好き。恋人との写真もね。もう少しで完成。わお、これこそが家。お城みたい。ちょっと、ごめん。え、それすごくいいね。金色で素敵。それを狙ってたの。あなたのドールハウスは
変わってるね。いい意味で。見て、何か起こってる。嘘を買った。おめでとう。わお、嬉しい。やったね。泣かないって決めたのに。これはさよならじゃないよ。また会えるから。わあ、やった。人形ゲット。わお、すごく綺麗。今日も素敵ね。おしゃれで華やか。やっほー。わ、それ何？今日は髪の毛が決まらないみたい。今の何？人形のメイクオーバー？ベイビーソウ。私が先。すごい。邪魔しないで。じゃないと私？うん、そう。みんなどうしたの？楽しみ。うん、この匂い何？うわー、鼻がやられちゃう。ここに座ってね。うん、これこそがサービス。私と同じくらい臭い。綺麗にしなきゃ。汚れがすごいからね。うわー、これ見て。気持ち悪い。少し時間かかるかも。新品同様にしてあげるね。衛生って大事だからね。今の何？いやー、やめて。汚れがひどくてすごく大変。こうなったら大きいスポンジ。そんなに痛くないでしょ。うわっ、く、なんでポテトの代わりに汚い綿棒。もうピカピカになった。でもまだ匂う。うん、どうすればいいかな。待って、あの箱使える。いいこと考えちゃった。へへ、無料のスライドショー。あれ、これで大丈夫。ついに完成。シャワーだよ。いい感じでしょ。ほら早く入って。悪臭をどうにかしたいからね。シャワーといえば音楽が必要。ああ、この曲好き。いなくなった。わあ、人形が最悪。メイクがぐちゃぐちゃ。このままじゃダメ、評判が悪くなっちゃう。あ、そうだ、いいこと思いついた。これを使うの。外側に金色の絵の具を塗る。筆じゃなくてスポンジを使うのよ。テクスチャーがいいからね。全部しっかり塗れたらこの飾りをつける。まだ終わりじゃないよ。あと少し。容器の上半分に透明のネイルを塗って金色のグリッターをかけるの。ジェムストーンは足りない。うわぁ、すごく可愛い。完成。女王にぴったりなお風呂。リラックスする時間だよ。気に入ってもらえるかな。お風呂の温度ちょうどいい。ろうそくつけようかな。雰囲気が良くなるから。嬉しそうだね。なななもういいかな。シワも避けたいし。出ておいで。ココナッツのボディーソープの匂いがする。ナイスチョイス。でもまだまだ髪の毛にガムがついてる。どうすればいいかな。髪型変えてみる。髪の毛を切ってあげるね。そうすればガムも落ちるし。オッケー、全部取れた。あとはスタイリングのみ。でもブラシがない。あれは違う。ああ、完璧。パチンって切ってね。少しだけ使うよ。片側に糊をつけて爪楊枝をくっつけるの。これで溶かせる。綺麗にしてあげるね。気持ちいい？使えてよかった。美容院に行った後みたいになるといいな。髪の毛がサラサラになった。乾いたよ。髪の毛が、こんなの誰にも見せられない。ブラシで溶かしてあげるね。すごく華やかになった。髪の毛は一つにまとめよう。あ、ちょっと何するの。待って、これ使えるかも。わあ、ブリトニーにバレないようにしなきゃ。ゲット。似合うに違いない。髪の毛につけてあげるね。うん、かわいい。アクセサリーって最高。微妙。色を変えてみよう。動かないでね。綺麗にしたいから。まさにアート。でも得意じゃないの。こうなったら最終手段、切るしかない。ボブとかどう。やりすぎちゃったかな。思っていたより難しい。もう無理。全部剃っちゃう。スキンヘッド、今流行ってるの。うわぁ、頭がピカピカ。やりすぎちゃった。直さなきゃ。ん？そうだ、このリボン使おう。少しだけで OK。 針でリボンの糸を引っ張るの。テープにつけたら
人形の頭にくっつける。レイヤーにしてね。ウィッグみたい。わあ、素敵。いい感じに仕上がった。似合うね。前髪も切って、これで完成。ん？何見てるの？ああ、なるほど。確かにかっこいいかも。もしかしてタイプ？わあ、完全に夢中になってる。両思いなんじゃない？うん。でもこの服はダメ。新しい洋服を探してあげる。ほら、ここ座って。これどう？じゃあこれは？可愛くない？こだわりが強いのね。じゃあどれがいいの？もう洋服ないんだけど、何か着ないと。そうだ、いいこと考えた。この布を使おう。そこで待ってて。布を折りたたんだら角を切るの。なるべくまっすぐ切ってね。ウエストに巻いたらレイヤーを加える。金色のリボンで固定したら完成。ドレスの出来上がり。彼に見せてあげなきゃ。すごく綺麗。ほら頑張って。ロマンチックね。まるでおとぎ話。二人とも、そこまでにしといて。プライバシーが必要ね。プレゼントもらったの？やったね。はあ、眠くなってきた。もう帰って。座ったら？あの子たち誰？今なんて言った？放っておいてよ。笑わないで。人形って意地悪。無視するのが一番。でも洋服変えなきゃ。うん、そうだ。マジック好き？すごい魔法があるの。ゴミ袋をシックなドレスに変える。どうでしょ？すごいと思わない？黒いドレスはみんな必要。ビーだ。あっちに行って。これで安心。わあ、そのドレスすごい。ありがとう。それはゴミ袋？自分用にもあるの。口開けて水分補給しないと。残しとこう。でもどこに入れる？ダメ。持てたりしない？ちょっと考えよう。時間ちょうだい。うわぁ、これ何？え？何してるの？そんなことさせない。それ、どういうつもり？この小さいハギレ使わせて。うわ、汚い爪。それあげる。そう？確かにちょっと汚いかも。後で綺麗にしよう。まずはこれをやらなきゃ。布をテーブルに置いたら小さい四角を作る。こうやって折ったら紐を置いてくっつけてね。わあ、プラント物のハンドバッグ。何でも入るの。もちろんペットボトルも。待って、私たちもカバン持たないと。うん、どれどれ。この中に何かあるかも。どれも使えない。ん、これは歯ブラシ入れていたの忘れてた。歯は磨かないよ。ケースの上に糊をつける。これで十分。キラキラのビーズを用意したらケースを中に入れてくるくる回すの。しっかりくっつくようにしてね。歯ブラシを取り除いたらクラッチバッグの出来上がり。この子にぴったり。ドレスに合うからね。大満足。後で出かけよう。ブリトニーって優しいな。親友になりたい。それ私に。絶対に親友になる。プレゼント探そう。これは何だろう。ダメだ、空っぽ。他になんかないかな。ん？この中は？うわ、ブリトリーにはあげられない。次次、よく探して。ああ、花は好きかな。これもらい。ブーケを作るの。花を合わせたら、紐で結んで、リボンをつける。うわ、かわいい。気に入ってもらえるかな。ほら、二人にあげるよ。ブリトニー、どうしたの？プレゼントがあるの。はい、これ私に。すぐ戻るね。でも、でも何か探さなきゃ。どれもダメ。あ、ネックレス。他にはない。虎だ。これならいける。やってみよう。特別なものに変身させるの。恐竜じゃないな。うわ、
さすり。これにしよう。色を塗ったら黒い絵の具で点を描くの。その上に黄色い点。どうなるか楽しみ。ネックレスもね。首にかける。わあ、見て、高級な虎になっちゃった。ケンドル悲しそう。喜ばせてあげよう。ねえケンドル、これあげる。喜んでもらえるといいな。おお、プレゼントなんて初めてもらった。このお花あげる。あーん、気持ちが大事ね。ハグしよう。ねえバービー、遊ばない？気づいてくれてありがとう。私、新しいものに挑戦してみたいんだ。一緒に遊ぶと楽しいね。ん？新しい人形か、見せてくれよ。え、やだよ、私のだもん。くれよ、いただき。ちょ、気をつけてよ。やめて。おお、かわいいじゃん。ドライブに行かね。どうよ、金髪姉ちゃん。ブンブン。わあ、髪に感じる風が気持ちいい。飽きたな。パーティーに連れてったろ。体はいらないや。ひどい。ウケる。キャッチ。急に頭痛くなってきた。じゃあな。バービーが大丈夫？あんな仕打ちひどい。大丈夫、私に任せて。ほら元に戻ったよ。元通りとは言えないかな。イメちゃんが必要だね。わあ、バービー見て、これちょうどいいじゃん。バービーの髪ボサボサだし。ちょっとズケズケと。時間がもったいないね。剃り落としちゃおう。動かないで、すぐ終わるから。スキンヘッドも似合うよ。やめて、バリカンはしまおうよ。無理、絶対気に入るよ。気に入らないから。うわ、頭ピッカピカだね。私のまばゆい金髪が。絶対寝首を描いてやる。ほぼ完成したよ。なんでこんなことするの？マジ？最悪。次に針を用意するね。新しいヘアスタイルに必要なんだ。針をバービーの頭に差し込んで、髪は固定されるはずだよ。エクステみたいでしょ？順調だね。信じて、いい感じに仕上げるから。スキンヘッドよりヤバいとか無理だからね。じっくり時間をかけよう。最後の一束、どうかな。うわ、すごい。色が必要だね。マスカラのブラシにマニキュアをのせて髪の毛に走らせるんだ。うわ、この色すごく似合ってるよ。いいね、髪染めてみたかったんだ。でもケンが金髪がいいって言うからさ。これでいいかな。次にアクセ、このピアスをつけてみよう。やん、おしゃれ。うわ、すごい綺麗。最高。次はこの衣装が良さめだね。髪にすんごく合ってる。おお、スタイリッシュって感じ。ファッションセンスあるね。喜びそうな人連れてきちゃった。うわ、やだ。おお、バービー綺麗だ。やん、2人とも可愛い。感動してきちゃった。キースしない方がおかしいだろ。私彼氏が。いや、歯も磨いてなくて。大丈夫だって。うわ、ついにおとぎ話みたい。お、人形もう一体あるのか。うげー、キスしてんじゃん。いちいち邪魔しないで。プレゼントをやるよ。どうだ、汚い。こっちは、いて、渾身の一撃。その、勝手に転んだみたい。イエーイ、空を飛んでるよ。もっと高く、イエーイ。楽しいね。バービーと一緒なら何でも楽しいよ。給料に見合わねえ仕事だ。おい、お前にお届け物だぞ。え、本当に？すぐ戻るね、バービー。慌てなくていいよ。俺は帰るぜ。なんだろう、送り主が書いてない。うん、面白い。ま、開けてみるか。どうも。な、何これ、バービーも見た？うわ、何？新しい人形だよ。不気味すぎるんですけど。え、どういうこと？私の真似してんじゃん。うん、なんだ、
意外と楽しい。私には退屈だけど。ならいろいろ試してみよう。私も踊れるよ。こんな動きもできるんだ。バービーは黙ってて。フリースタイル。よし、今だ。やだ、何すんの？くらえ！ちょ、やめて！うわー！見てらんない！私に従ってもらおう。なんでこんなことすんの？実は俺でした。え、ちょ、戻ってこい。うわ、あいつ最悪。ランラランラランラン。うわー！あー！バービー、大丈夫？大丈夫ではないかな。このことは忘れよう。本当にごめん。綺麗にしてあげるね。心配しないで。急いで。くっさいから。ニキビを潰さないとね。うわ、いっぱい出てきた。でっかいな。キモとは言いつつ、なんか癖になる。ゲー、洗顔料が必要だね。すごい数だな。助けてくれてありがとうね。これでこそ友達。これ楽しいな。うん、次はそうだ、歯磨き粉が必要だね。顔に塗りたくるんだ。お肌が輝くはずだよ。本当？気持ちいい。ありゃ、おお、フレッシュ。バービーには一流のケアをね。金のラメで輝きをプラス。至れり尽くせりだな。自己メンテまで手が回らなくて。最高だよ、本当。スパでって感じ。まだ歯ブラシが残って、やめろ。こすっていこうね。動かないで。泥を落とすんだ。くすぎたい。気分はどう？うん、気持ちいい。最高だよ。うわ、リラックスしてきた。輝いてるね。次は髪だよ。お団子はどうかな？何かがかけてる。新しいコートが必要だね。よしよし。うわ、私イケてる。男子は要注意。私がハートを盗んじゃうよ。この新しい洋服かわいい。マジセンス最高。うわ、綺麗だよ。羨ましいくらい。写真撮ろうよ。ポーズを決めちゃって。いいね。確認してみよう。うわ、これ投稿必須でしょ。うわ、本当に綺麗。やば、いいねがこんなに。夜遊びしたい気分。ハリウッドにお邪魔します。私ったらスターになっちゃう。ついに夢が実現するんだね。誰にも止められないよ。はあ、寝る時間だよ。美容に睡眠は欠かせないからね。君もね、よく寝るんだよ。おやすみ。さあ、一人の時間を満喫するか。テレビをつけてやる。ん？え？何？針でボールを割ります。お、すごい。青色の素材と黄色い素材を用意します。黄色い布は王冠系にしましょう。こんな感じに細かいパーツを作ってください。最後にボールの形に丸めましょう。気に入りました？うわ、いいね。これをどうするのかな。では作戦開始。チクッとしますよ。今のとこいい感じ。待てよ。新しい頭を装着。いい感じですな。待って、何この音。どうなってんの。動画を楽しんでもらえたかな。一緒にダンスするのは楽しいね。二人は私の家族だよ。家族。フラフラしてきた。俺吐くかも。調子合わせて。二人とも、もしかして私と同じこと考えてる？つまり赤ちゃんが欲しい。やん、そういうの待ってたんだ。で、俺は座ってればいいの？よし、リラックスしてね。長径用粘土をお腹に乗せるよ。サランラップをかぶせたら、さらに長径用粘土を透過。接着剤を垂らすね。たくさん必要だよ。これで十分かな。乾かそう。よさげだね。おいで、バービー。やん。それって赤ちゃん？
やばい、埋まるそう。どいて、これ以上時間を無駄にできない。ついに実現するのか、楽しみだね。私お母さんになるんだね。行ってみよう。深呼吸して。簡単そうに言っちゃって。どうなってんの？心配はいらないよ、ハニー。頭が出てきた。ほら、男の子だ。おめでとう。かわいい。ちょ、俺の子じゃないじゃん。目元がバービーに似てるね。話せないかな。説明してもらいたいんだけど。しまった。気まずい。じゃあ、私は退散しようかな。漏れる漏れる、早くして。マナー悪すぎ。そっちこそ。もう我慢できない。うわ、このトイレ汚すぎる。そこで何してるの？助けてあげる。私がこんなことするなんて。うわ、気持ち悪い。どうしたらこんなに汚れるの？今日は嫌なことが立て続きね。綺麗にしなきゃ。狭い場所怖くない？入って、ちょっと目が回るかも。わあ、催眠術みたい。ふう、やっと終わった。全然違う。さっきよりマシね。でもまだ汚い。例えば髪の毛とか。大丈夫、私に任せて。変身させてあげる。イケイケで楽しい髪型がいいかな。ボブとか。金髪は今日で終わり。想像以上に楽しいかも。クマのぬいぐるみも同じようにしよっかな。ガムがたくさん。全部取り除かなきゃ。動かないでね。シャンプーとか使ったことある？ないみたいね。うわ、これはゴミ箱。微妙。全部剃っちゃえ。坊主意外と似合うかも。見てみよう。髪の毛なくても可愛いはず。私は絶対に嫌だけどね。あれ、ちょっとダメかも。そうだ、いいこと考えた。頭の上に糊を垂らしてあげる。コンディショナーみたいでしょ。これで十分。見て、紫色の髪の毛、ママのウィッグから取ったの。頭にくっつけるね。糊をつけて少しずつ増やすの。頭全体を覆うように。少しでも隙間があったら恥ずかしいからね。これが最後。わお、さすが自分。溶かしてあげよう。すごく綺麗。まだ終わりじゃないよ。キラキラさせちゃおう。このガジェットすごく便利なの。髪の毛を挟んで押すとジェムストーンがつくよ。きらびやかでしょ。ほら、すごく似合う。私美容師に向いてるかも。かわいい。わお、本当にいい感じになったね。次は何？まつげ、どうにかしなきゃ。痛い。友達のためならしょうがない。長くてふわふわのまつげだよ。あと少し。わお、イメージ通り。仰向けになってリラックスして。今度は唇。いい考えがあるの。透明のネイルポリッシュを唇に塗ってあげる。私は絶対にやらないけどね。唇が軽くコーティングされるよ。こんな感じ。グリッターもつけてみよう。ピンクがいいかも。そうすれば唇が目立つよ。ああ、やりすぎちゃった。でも大丈夫。わあ、私もグリッターのリップが欲しいな。そしたら双子だね。ちょっと見せて。何か足りない。そうだ、タトゥー。安心して、痛くないよ。ブラシを丁寧に動かしたらタトゥーになる。両腕をカバーするとかっこいいかも。ちょい悪感がいい感じ。目立つしね。次は新しいクローゼット。いろんな洋服があるんだ。気に入るものがあるはず。見て見て。あ、これはどう思う？ちょっと違う。それじゃあ T シャツが似合いそう。かわいい。どうだろう。やっぱり微妙。他には？着てみて。私は好き。すごく似合う。でも一つ足りないものがあった。靴。裸足だと歩きにくいからね。私の靴は大きすぎる。アヒル？まさかここで？トイレ流した？あ、でもこれ使える。だって
これはスライムだから。伸ばすよ。足出して。足の周りにスライムをつければ OK。 オーダーメイドだよ。デザインも特別。色を加えるよ。トレードマークにいいかも。コントラストがいい感じ。ヒールの部分も黄色くしよう。わあ、どんな洋服にも似合いそう。大変身だね。やった。ん？どうしたの？ああ、なるほど。トイレに行きたいのね。ペットボトルの上部分を取る。空手やっててよかった。色を塗るよ。白がいいかな。一周したら首の部分も塗るの。しっかり乾いたら瓶の蓋に乗せてね。便座も加える。座り心地が大切だからね。ここにはフォーム、貯水槽も取り付ける。はい、どうぞ。トイレ試してみて。大丈夫、見てないよ。うわあ、すごいね。はあ、スパに勝るものはない。自分を甘やかすのはいいことだし、そう思うでしょ。楽しみにしてたの。はあ、黄金のフェイスマスク、これ以上のものはない。人形も焦らずにね。プラスチックでの生活は思ってるほど楽じゃないのよ。人形にも贅沢を。足湯、一日中歩き回ってたんだ。もちろんショッピング。はあ、そうそう、とても暖かいよ。ゴールドは垂れ目にとてもいい。垂れてるわけじゃないけどさ、とてもグラマラスな気分。素敵なスパね。イエーイ。足が洗えるなんて最高。最高の人生だね。おやつにとっておこう。ああ、何が起こったの？うわあ、バービーパーティー。これよ、やったわ。重要な人形が揃うのよ。衣装を選ばないとね。楽しいのよね。ファッションショー。何か気に入ったものはある？ないわよ。こんなの買ったっけ？やだ。あ、見つけた。準備できたよ。どう思う？正直に言って。うわあ、素敵じゃない。待って、バービーパーティーがあるの？招待状手違いで届かなかったんだよ。ねえ、こっちに来て。パーティーには行けるよ。一緒に行ってもいい？お願い、お願いよ。ベティに聞いてみよう。ベティ聞いて、私たちと一緒にパーティー行きたいんだって。え、あいつら？いいんじゃない。ベティいいってよ。わーい、ありがとう。楽しみ。でもそれじゃダメよ。一応基準ってあるしさ。その服ダサすぎ。何かできることがあるはずだよ。待って、あった。風船が全てを解決してくれる。仕事に取り掛かろう。待って、できた。どう思う？シックで楽しくて、パーティーの準備ができてるって感じ。うわ、気に入った。それに合うバッグがあるんだ。待って、犬が食べちゃったみたい。私のお気に入りだったのに。見なかったことにしてね。ゴミ箱行きだ。大丈夫だよ。でも何とかしないとね。今日に限ってピカピカの紙があるんだ。線を引いておくよ。今度は折り目をつけるよ。そうすれば折り返すことができる。ここでもう一つ折る。反対側も同じようにする。角を折る。小さな三角形を作りたいの。こんな感じ。次にサイドを折り込む。私はこの三角形を押さえる。そして紙を折り返す。折り紙楽しい。折り鶴じゃないよ。折り目はこれで全部だね。バッグを組み立て始めることができる。角を曲げるよ。そして上に折り返す。ここからが厄介なところ。サイドをつまんだら真ん中に押し込む。今度は紙を束ねる。それからこの部分を封筒のように折り返すよ。かぶさる部分はここ。それでおしまい。かわいいバッグ、キラキラ落とそう。ああ、このチェーンもつけちゃおう。いいストラップになるよ。完璧、私の人形にぴったりよ。早くみんなに見せたいよ。理想的なアクセサリーでしょ。ドレスを本当に引き立てるんだ。いい感じだよ、お嬢さん。どう思う？何をやるじゃない。私だって。待ってて、この中に靴箱。いいもん、うまくいくはず。ちょっと変身させちゃおう。黒い絵の具を塗るよ。それから乾くのを待つ。次は金色を使うの。箱の上から垂らすよ。模様を作りたいんだ。ユニークでしょ。宝石はいくらあっても足りない。全体に施してね。エレガントにしたいけど、つまんないのは嫌でしょ。これで十分。いい感じ。靴
を出すよ。金色の紐に金属球を通したの。そして箱の上部に穴を開ける。穴に糸を通す。足りないのは現金だけ。素晴らしいよ。ねえ、これ見て。あなたのお望み通りよ。どうぞ。うわぁ、素敵。私の好み知ってるわね。準備は OK よ。パーティーしよう。ふぅ、なんて日だ。本当に。え、これは何？ケンからのプレゼントだよ。優しいのね。そしてロマンチック。私のボーイフレンドなの。なんて言った？何をやるっての？えい、くらえ。ケンに近づくな。やめて。そうね、どう見ても私たち用だし。いや、うちらでしょ。もう、どうでもいいわ。開けてみるわね。そうすればそれが誰のためのものなのかわかるでしょ。お、見て、ゴージャスだ。ケンのセンスって最高。私たち用だって言ったでしょ。どうでもいいし。さあ試してみよう。気持ちよさそう。やーん、素敵な椅子。ケンはお姫様って呼んでくれるの。本音だったのね。座って。あ、ちょっと待って、これ使って。見た目が完成するわ。素晴らしいよ。写真撮らなくちゃ。最高の背景もあるよ。いい？笑って。雑誌の表紙になれちゃうわよ。カメラ写りも最高。ポーズも素敵。何してるの？魔法作ってんのよ。そう、そのポーズをキープして。やってらんない。すごい、見事だ。そうでしょ？すごい、ただすごい。ちょっと待ってよ、あのストローはここにあったのか。ずっと探してたんだ。これは使えるよ。ストローの側面に沿って接着剤を塗る。小さな部分を開けておく。そしてもう一本ストローを刺す。こうなるまでストローを足していくよ。これは横に置いておこう。ストロー2本こうやってくっつけるんだ。じゃあもう一本作ってね。これがフレームになる。他のストローを上に置く。リラックスできるラウンジチェアだよ。使ってみたいよね。早くバービーに見せたいよ。絶対気に入るはず。ぴったりだと思うんだ。とってもリラックスできそう。出来には満足よ。何あれ。わあ、気持ちいい。わあ、アクションショット撮るよ。超楽しい。もっと高く。わあ、なんてこと。椅子が壊れている。なかなか楽しいね。笑うな。信じられないわよ。うわあ、新しい人形だ。どんな人形だろう。見てみよう。お、未来的だ。でもお風呂に入りたいって。水に沈めるよ。暖かければいいんだけど。さて、マジック開始よ。水の色も変わってきてる。何かが見える。準備できたかな。すごい大変身。すごいかわいい。髪を直しましょう。うわあ、グラマラス。素敵な色ね。私の髪もそうだったらいいのに。いいな、ラッキーで。人生って残酷。なんで泣いてるの？人形が欲しい。もう、いっつも欲しがるよね。はい、これあげる。うわあ、超ラッキー。ちょっと待って。そうそう、忘れてたよ。ここにある。キャッチ。ちょっと変だね。でも不満はない。とても楽しいよ。最高に楽しい。準備はいい？行くわよ。もっとアクセル全開。まだまだこれから。髪に当たる風が好きなんだ。ピッピー、何やってんのかな。うう、虫を飲んじゃったかも。運転免許持ってるのかな。そんな、植木鉢。ちょっと、なんてこと。ふざけすぎよ。ちゃんと掃除して。本気よ。うう、大したことじゃないよ。まったく理不尽だ。ブラシちょうだい。う、これは重い。ちょっと手伝ってくれる？もう、どうすればいいの？何かいい案ないの？うまくいかないよ。代わりに掃除機をかけたら？どうぞ。うん、バカバカしい。ちゃんとやって。壊れてると思う。前にも同じこと言った。ほら、早くして。
そんな目で私を見ないで。別の方法じゃないとダメよ。ちょっと待って、分かったかも。ブラシを使うわ。これで大丈夫、毛が柔らかくていい。取り外すわね。結構簡単。画用紙を切るよ。それからブラシに貼り付ける。反対側も同じようにするよ。今度は細い木の棒が欲しい。青い画用紙で包むよ。しっかり締めておくよ。こんな感じ。テープで固定するよ。これを上と下でやる。これでブラシをつけることができる。これでいいわね。ちりとりも作らなきゃ。オレンジの画用紙を使うよ。こういう形に切るの。大きい方の縁に接着剤を塗る。そしてもう一つのピースをくっつける。ハンドルも作ろう。これには別の木の棒を使おう。くっつけたらおしまい。掃除を始める時間。本当にそれがあなたのアイディア？きっとびっくりするわよ。私は手作業はしない。ガジェットを使う方が好きなの。このミニ掃除機のようにかわいいでしょう。これで綺麗にできるわ。すごい感動的。私のだから、どうぞ掃除して。やりたくない。私運転もしてないけど。全部綺麗にしてよ。わかりました。これ使って。ありがとう。早く終わらせよ。私にこんなことさせるなんて信じられない。早く終わってほしい。終わったよ。綺麗でしょ。上手じゃない。お疲れ様。もう汚さないでね。ん？何の音？トイレの方から聞こえる。誰も気にしていないみたいだけど、何だろう。確かめてみよう。あの、誰か入ってる？誰もいない。奇妙だな。待って、トイレに何かいる？これは一体何？人形？ベトベトしていて気持ち悪い。うわ、しかも臭い。あなたたちの仕業ね。いじめっ子って大嫌い。こうだ。今のうち逃げなさい。戻ってこないでね。大丈夫？私と一緒に行こう。綺麗にしてあげないと。難しいかもだけど。だってすごく臭い。まずはスライムを取ってあげよう。うわ、気持ち悪い。ベトベト。よし、全部取れた。まだ汚いな。見た目も最悪。洗ってあげるね。汚れた洋服脱がせないと。ちょっと何してるの？え、喋った？うん、私喋れるよ。そうなんだ、ごめん、早とちりしちゃった。ごゆっくり。ありがとう。うん、服を脱ぐだけでも気持ちいい。よかった。準備ができたらお風呂の時間。用意するね。温かい水を入れて、ゆっくりするためにバスソルトも入れる。あとは混ぜるだけ。わお、泡がすごい。準備できた？うん。水着かわいい。いい色ね。中に入って。どう？湯加減大丈夫？スポンジが必要。汚れを落としたいからね。ゴシゴシ洗うよ。どう？大丈夫？うん、すんごく気持ちいい。本当に最高。よし、これでいいかな。シュワシュワにしたくないからね。うわ、いい感じ。次は何？あ、そうだ、顔のニキビどうにかしないと。クレンザーって知ってる？大丈夫、私に任せて。動かないでね。うわ、噴火みたい。違う方法を試してみよう。これはいらない。これもあった。これ探してたの。お気に入りのフェイスマスク、栄養たっぷりのね。ニキビにぴったりなんだ。肌がピカピカになるの。使ってみる？ほら見て、間違いなく気に入るよ。あとは待つだけ。うん、ここはどこ？そうだ、フェイスマスク。取ってみよう。効果あったかな？ちょっと違う。あんまり意味なかったか。他に使えるものは？
待って、いいこと考えた。キュウリを使おう。おいしくって美容の必要不可欠。顔に置くね。効果あるといいな。その間におやつ。なんかお腹空いちゃった。このキュウリおいしいな。あれ、どこ？全部食べちゃったみたい。楽しんでいたのに。あ、もう一枚あるなんてね、食べられないよ。こうなったらしょうがない。ちょっと汚いかもしれないけど試してみよう。動かないでね。スライムをのせるよ。うわ、本当に気持ち悪い。効果あるかな。ニキビにしっかり塗り込む。あんまり自信ないな。うん、嘘、ニキビが消えた。わあ、すごい。覚えておこう。奇跡のニキビ消し、私にも効果あるかな。どれどれ。わからない。人間には無理。私は石鹸でいいや。鏡あげるね。どう思う？肌は綺麗になったけど、まだ気になる部分は残ってる。この眉毛、なんていうか、眉毛？気づかなかった。嘘でしょ、見て。確かにそうね。私が直してあげる。わあ、かわいい。手術の時間、何を使おうかな。選択肢がたくさん。どれどれ。ああ、そうだ、ハンマー。へえ。いや、ちょっと違うかな。これなら使える。ダメ、やめて。そうね。ああ、わかった。ピンセットを使おう。ふう、びっくりした。それなら大丈夫。整えるよ。痛かったら言ってね。うわ、毛の数がすごい。ワックスしたことないの？なかなか終わらない。どうしてこんなことになっちゃったの？ふう、暑くなってきた。汗がびっしょり。これが最後。ふう、できた。終わってよかった。眉毛綺麗になったよ。すごく似合う。気に入るといいな。あ、忘れるところだった。その歯どうにかしないと。大丈夫、安心して。ぴったりなものがあるの。口を大きく開けて。歯がピカピカになるよ。はい、笑って。緊張するな。よし、行くよ。うわぁ、まぶしい。うん、まさにハリウッドの笑顔ね。大変身しちゃった。すごくかわいい。素敵に仕上がってよかった。喜んでもらえると嬉しい。あら、気持ちいい。続けて。うん、指が取れない。引っ張ればなんとかなる。痛い、やめて。ちょっと待って、痛いってば。ねえ、大丈夫でしょ。待って、これはやばいかも。新しい髪型に挑戦してみない？それって私の髪の毛。あ、大丈夫、落ち着いて。なんとかなるから。多分使えるものがあるはず。うわ、ゴミがたくさん。この糸何？ポケットの中きれいにしなきゃ。でもこれ使えるかも。私に任せて。電動カミソリを使うよ。手を安定させながら髪の毛を全部剃るの。ベタベタを全部取るためにね。あと少し。できたら糸と櫛を使う。櫛で糸を穴の中に入れるの。いろんな色のね。美容院に行くよりコスパがいいでしょ。わお、私ってすごい。すごくかっこいい。それにおしゃれ。髪の毛で風を感じてみて。うん、スターになった気分、最高。私も試してみようかな。うん、無理ね。何見てるの？あ、あれね。ちょっと違う。これこそが私のスタイル。シックで今どき。気に入った。わあ、私も新しい服欲しいな。あれが好み？ OK、 すぐ戻るね。何か着れるものがあるはず。うわ、違う。これでもない。待って、これなら間違いなく使えるはず。あれ、想像とちょっと違う。もう少し。やっぱりダメ。他には？どれどれ、いいもの見つけちゃった。大自然のコレクション。
違うって？アイディアが尽きちゃった。一体どうすればいいの？そうだ、このモデリングくらい使えないかな。どう思う？ちょっと微妙じゃない？どう使うの？見ててね、心配はいらないよ。まずはクレイを平らにしてカットするの。クレイ用のナイフでね、最初にこうやって長い線を彫ってズボンを作るんだ。いい感じじゃない？丁寧に取ったら人形に置く。トップスもね。わお、すんごくおしゃれ。似合うね。羨ましいな。私も欲しい。でも待って、何かが足りない。ジャケットが必要ね。着せてあげる。わお、洋服にもぴったり。自信を持って歩いてね。わあ、大歓声。最高な気分。写真はこっちの角度でお願いね。美しい。はあ、それにしても疲れたな。忙しかったし。でもよかった、ちょっと休もう。ねえ、起きて。何？ハロー、元気？え、これって夢？現実だよ。見て、かわいいでしょ。手伝ってくれてありがとう。うわ、こんなことが起きるなんて信じられない。本当に本物？友達になろう。すごく嬉しい。でしょ、ハグしよう。あなた汚いわね。綺麗にしてあげる。じっとして。お？雨漏り？シャワーを浴びたかったのよ。気持ちいい。あなたのことも忘れてないわよ。あと何滴か水があれば、これでいいわ。これで汚れが取れるわよ。新品みたいにね。たまには自分にご褒美をあげなきゃ。リラックスしてね。これ、小さな歯ブラシね。丁寧に口を開けて。すぐにハリウッドスマイルになるからね。歯が眩しすぎてサングラスがいるわね。歯がピカピカ。次は私の番。ああ、落ち着くわ。満足満足。あなたも楽しんでる？どうしようか、お人形さん。髪をどうにかしなきゃね。ありきたりだもの。私はうまいから安心して。ヘアスタイリングのプロなのよ。あなたのせいよ。こうしてみよっか。茂みを引きずられてきたみたい。あー、イライラする。お会いできて光栄です。はい、もちろんです。違うわよ、この子よ。ああ、それなら特別な道具がいります。どこだっけ。ああ、これです。ちょっと難しいかも。動かないでくださいね。まずはボウルが必要。それに水を入れて、食品着色料も入れます。よく混ぜて。いい感じ。あれ、お客様は？お人形の髪を水につけますよ。温度はいいですか？ああ、お人形でしたね。水を髪に染み込ませて髪を絞ります。しっかり乾かしましょう。うわー、この色似合ってますよ。素敵です。できたの？うわー、変わったわね。ええ、代金は？ああ、キャンディーでもいい？だから子供は嫌なのよ。気持ちよかった。リフレッシュできたわ。うわー、綺麗な髪。あなたも髪を変えたい？最後にシャンプーしたのはいつなのよ。どうしよう。そうだ、これが使えるかも。やってみよう。お人形をテーブルに置いて髪を切るの。あら、ショートも似合うわね。丸刈りは似合わないみたい。頭に毛糸を通していくよ。違う色もね。この方が目立つから。長い部分を切って頭をつけ直すの。わあ、私もこんな髪になりたい。素敵よ。羨ましいわ。エヴァも羨ましがるわ。このチョコレートスプレッド美味しい。食べる？ああ、服にこぼしちゃった。ごめんね。
着替えだけね。ラッキーなことにここに替えの服があるのよ。いろんなシーンに合わせてね。どう？かわいいでしょ？早速着てみて。きっと気に入るわよ。わあ、おしゃれじゃない。でもあなたはどんな服も似合うわよね。すごくシックだもんね。ファッションショーに出るべきよ。わあ、素敵すぎて言葉にならない。猫がアクセサリーなんて個性的よ。カジュアルなのはどうかな。観光にぴったりね。ゴージャスだけどカジュアルで女友達とお出かけ、夜遊びするぞって服よね。パーティーガールそのものね。どれも似合うわ。うわあ、服がいっぱい。私が持ってるのよりいいわね。あなたにもワンピースを買ってあげたいわ。お買い物に行きましょう。ちょっと隠してよ。ああ、ごめん。どこ見ればいいかわからないわ。大丈夫よ、もう服着てるから。ねえ、エヴァ、それ借りてもいい？ソックス、後ろにある。マニキュア塗ったばかりなのよ。お願い、必要なの？わかったわよ。うん、汚い。ありがとう、これで大丈夫そう。まずつま先を蹴るの。こうやって、次は両側を小さな三角形に切るの。これでよし。着てみる？わあ、かわいい。私もこんなワンピを着たいわ。ありがとう、エヴァ。え、聞こえないわよ。あら、いいわ。イエーイ。あ、いけない。脱がせてあげる。あー、ごめんね、許してくれる？私たちはエキスパートです。ご心配なく。靴のことは聞きましたよ。うん、個性があっていいな。筆さばきが見事。トップクラスではないけど悪くないわ。でしょ、あなたはどう思う？うん、どうだろう。ちょっと答えてくださいよ。気に入ったよ。それならよかった。完璧にしたいのよ。そうだわ、ボウルに水を入れてマニキュアも入れるの。いろんな色を使いましょう。綺麗な靴にしたいのよ。これでいいわ。そしたら靴をここに沈めるの。そして動かして、すべての色がつくようにね。わあ、すごい。うちの子はカスタムの靴を履くの。わあ、絶妙な出来栄え。ミラノのファッションハウスも羨むよ。いただこう。あ、マニキュアに靴をつけたのね。芸術がそんなに簡単なら私もやりたい。靴が見つかれば。ああ、どこなのよ。ネットで見てみよう。こんなの買えないよ、高すぎるわ。どうしよう。そうだ、へそくりがあったわ。ネズミに食べられたみたい。なんでいつもこうなるの。本当にどうしよう。この下にお金があったかも。グルーガンとペン使えそう。工夫して作るのよ。まずは風船をお人形の足にかぶせるの。汚くならないようにね。そしたらソックスみたいになるの。グルーを風船につけましょう。これが型になるの。次はフォームペーパー、足の形を描いて切り抜くの。次は色を塗りましょう。レインボーカラーにするわ。違う色で上まで塗っていくの。わあ、綺麗にできた。片側にグルーをつけて、グルーの型をくっつけるのよ。手作りブーツよ。でもまだできてないわ。修正液でグルーを塗るの。白いドットを描いて、すごくおしゃれ。全部自分で作れたわ。気に入ってくれるかな。履かせてみよう。サイズはぴったり。うわー、最高だわ。すごくファッショナブルよ。生まれ持っての才能があるわね。うん？あら、見て、幻じゃないわよね。天才を見つけたわ。どこ行くの？そのブーツを見せてくれるかい？あら、ブラボー、素晴らしい作品よ。ありがとう。こんなの初めて見たわ。それ私にくれるの？え、靴を買いたいの？売り物じゃないの、この子のブーツだから。有名になれるのよ。お人形を幸せにしたいのよ。撤収しよう。私たちって可愛い。そうだ、あなたもスマホを持たなきゃ。買っておいたの。
お互いにメールもできるし。失礼ね。感謝してよね。もう一度行くわよ。ブラシを持って。もう持てるようにしなきゃ。謎の手が出てきた。ありがとう。難しいな。しっかり設計しなきゃね。お人形の手は小さいから。そうだわ、バッグのデザインにするとか。うまくいきそう。うん、うまく描けない。ありきたりで退屈だわ。やり直しよ。エヴァ集中して。絶対できるわ。うん、今回はいいかも。チェーンストラップがついてるの。うわー、美しいわ。デザイナーになるべきね。天才的だわ。金色のフォームペーパーをクロスの形に切るのよ。次は裏紙を剥がして端を折るの。くっつけたら長いところを折ってバッグの完成。あとはチェーンをつけて。私もこういうの欲しいわ。はい、あなたに必要なものよ。持ち物を入れてね。いっぱい入るから。これでスマホを忘れないでしょ。ブラシもね。全部入るわよ。わあ、素敵。写真撮らなきゃ。インスタに載せるわ。スマイル。生配信だよ。ファンにメッセージは。あら、そうなの。可愛く撮ったよね。君じゃなくてお人形を撮りたいんだよ。悪いけど。はい。どういてくれるかな。屈辱的だわ。私が何をしたって言うのよ。チャンス借りちゃおう。まさにこういうのがいるのよ。急がなきゃ。エヴァが気づかないうちにまずこのポケットを切るのよ。綺麗な色だから。それからファスナー、グルーを両側につけるの。ラメのフォームを貼って形を作りましょう。そして丸めてカードに貼ってね。取れないようにしっかりと。端にぐるっとグルーをつけて。私器用でよかった。これでいいわ。そしてもっとフォームをくっつけるの。隙間ができないようにね。反対側も同じようにしてポケットを同じ形に切ってフォームに貼るのよ。次は上の2箇所にちょっとだけグルーをつけて、こうやって小さな布切れを貼ってね。色がない方にも。人形用のリュックの完成。はい、これに持ち物を入れてね。こんな格好私もしたい。急いでくれる？そのリュックどうしたの？かわいいじゃない。ありがとう。いいでしょ。いいと思うわ。あれ、それ私のワンピ？え、違うわ。何のこと？違うのよ。まあいいわ。あ、これは無限にお金があれば何でもできるぜ。うお、金の延べ棒がたくさん。重たいけど大丈夫。ティナ、この金の延べ棒見ろよ。すごくない？どうやって使おうかな。よし。うわ、熱っ。綺麗に溶かして。うん、完璧。汗かいてきちゃったよ。十分かな。よく見ててね。金にはグリッターがぴったりキラキラするからね。しっかり混ぜたらブラシ行くよ。汚くなっちゃえ。うん、いい感じ。綺麗。ブラシにたっぷりつけたら準備 OK。 どうなるかな。何層も重ねるのがポイント。へへ、イメージ通り。うん、どれどれ、使えるものはないかな。これもおらい。こっそり静かに。うわ、うん、どこに行くんだい？こんにちは。これは、支払えないんだったら戻しなさい。まったく。あー、マシュー、すごいね。ティナ、テープを越えちゃダメだよ。そうだった。とりあえずペンキがあるからいいや。まずは紫、重力に任せてみよう。あー、いい感じに垂れてきた。そして次は手のひらにペンキをつけてこうやって広げるの。手形のデザイン。
マシーハイタッチなんてね。どれどれ、2人ともできたかな。うん、どっちもいい感じ。次はベッド。もうこんなにお金使っちゃったよ。配達よろしく。棚これでいいかな。あ、ありがとう。その洋服いいな、使える。それ、うわ、僕の洋服が、逃げなきゃ。ここを閉めたら完璧。よし、まずは棚を横にして。完璧、もう何個か用意しよう。やっほー、ここに頼むよ。マットレス。うわ、さっきの、ダメダメダメ、今度こそ取らせない。あ、マットレスが。棚の上に置いたらベッドを作る時間。このベッド、下に収納もできるんだ。キラキラの枕、最高。いい感じ。ティナはどう？始めなきゃ。あ、マットレス。ちょっと、私が先に見つけたのに。離せ。じゃあね、いい一日を。手に入ってよかった。早く組み立てなきゃ。こうやって隣り合わせに置いたら、よし、基板ができた。それに無料だし。その上にマットレスとシーツ、赤いブランケットもね。カラフルな枕もぴったりよね。わお、2人ともナイスジョブ。部屋っぽくなってきたね。マシューはお昼寝中かな。起きて。うわぁ、起きてるよ。ティナ、この色素敵ね。ん？ベッドの上に誰か乗ってる。次はこれ。カートがくるくる回ると便利だと思わない？テーブルよ。この中身のものを使ってね。うわ、ペットボトルは間違いなく使える。カードでお願い。よし、テーブルの出来上がり。ベッドの横に置いておこう。ベッドサイドテーブル。うん、マシ、カートの中身も使わないとダメよ。え、タイヤとかいらない。ルールはルール、どうにかして使って。はあ、しょうがないな。タイヤに見えなければいいか。布をかぶせるだけでも変わるはず。よし、全然わからない。まだまだ。ひっくり返したら、この金色の足を取り付けるんだ。そのためには道具が必要だな。楽しいチャレンジ。ネジが簡単に入った。またひっくり返したら、じゃーん、全くタイヤに見えないだろ。マシューすごいね。私もやるわよ。よし、これで最後。ダクトテープを使ってこうやってぐるぐる巻くの。固定するようにね。こっちにもつけたらいい感じ。あとはペットボトルにテーブルの表面をつけるだけ。まだ終わってないよ。ここで全部ひっくり返すの。こっちにもテーブルの表面とテープをつける。ここでもしっかり固定してね。熱接着剤の登場。透明じゃなくて赤い熱接着剤を使ってね。わあ、かわいいハートの出来上がり。もちろん糊として使うけど、上にこのフォームを乗せたら黄色い布をかけて。わお、いい感じに仕上がった。二人ともテーブルを見せて。ナイス。ランプ大好き。電球だけあげるね。私からのプレゼント。想像力を働かせて。お誕生日おめでとう。これもらうね。でも大丈夫、その代わりに1万ドル。わお、おもちゃゲット。まずはこの車、金色に塗るんだ。端から端までしっかりね。金色のランプに金色の車、それに金色の兵士。僕のランプかっこいいな。ランプの傘をつけたら完成。いい感じだな。さすが僕。これ見て、レザーのスーツケース、すごくない？しかも中にいろいろ入ってるの。ランプを作るのにぴったり。最初は長い釘を使ってこの2つをつなげるの。きつくね。あとはこのパーツとコード、木の穴すべてにコードを通して完璧。電球、準備はできた？こうやってつけたら完成。それにいい色。わお、2人ともランプが素敵。
この金色の変身、個性的ね。こっちはモダンでシンプルなデザイン、ティナさすがだね。あとは何が必要かな。ちょっと手伝ってもらおう。このケーキ美味しそう。誰だ、もしもし、来てもらえるかな。もちろん、彼に任せよう。あとどのくらいお金残ってるんだろう。1ドルか。うーん、壁に飾っておこうかな。はい、ティナ、ゴミ。ちょっとマッシュ、意地悪ね。でもこれ使える。まずはストローを切ったら、端っこに熱接着剤をつけるの。そこにストローをつなげるだけ。こうやって六角形を作るんだ。洗濯バサミと友達の写真を飾ったら、デコレーションの出来上がり。ここに飾ったらいつでも笑顔になれる。思い出がたくさんあるからね。ふん、どれどれ、珍しいもの、これだ。よし、うわ、くっついてる。もっと簡単なものないかな。このおじさんでいいや。いくよ。じゃじゃーん、珍しい絵だよ。お、ありがとう、約束のお金。どれどれ、ここでいいかな。違う、テーブルはどうかな。どうしよう。そうだ、おもちゃの箱、これだ。この絵を外したらフレームの色を変える。フレームの色を変える。ここで恐竜登場。ガオー、足に接着剤をつけて出来上がり。これこそ芸術だな、飾っておこう。ナイス、どう、なかなかいい出来。よし、勝つぞ。わお、二人ともお疲れ様。マッシューとティナ、勝者はどっち？ここに現金がたくさんあるよ。二人とも頑張ったけど、今回はマッシューの勝ち。わあ、よっしゃ、勝ったぞ。ティナには、はい、これ、無限に使えるクレジットカードプレゼントよ。やばい、踏んじゃった。大変だ、拾わなきゃ。綺麗にしてあげなきゃね。同じこと考えてる。チャレンジタイムだ。最高の作品にしようね。みんなお風呂は好きでしょ。砂糖入れたら特に。これ全部入ると思う？それ、これ使えるよね。お待たせ、お嬢さん。おお、このブラシも使おう。ピーリングは滑らかな肌への鍵だよね。気持ちいいでしょ。そうそう、ゴシゴシ、お花みたいに綺麗だよ。よくやったね。あれは誰？これをバービーに渡してくれる？なんて書いてあるの？バービーをプロムに誘ってる。それで？行くわ。やった。ロマンチックだね。じゃ、仕事だ。枝毛が数えきれないくらいあるよ。ってことはやっぱり散髪の時間ってことだね。見てみよう。ここで1センチ。よし、早速行くぞ。心配しないで、バービー、痛くないから。がっつり切ってくよ。がっつりって言った？ね、本当にうまくいくの？もちろんだよ。本当なのかな？え、あれ？信じて、マイルズ。オリビア、やめて。がっつりいっちゃうよ。ダメだ、見てられない。これが今日の気分。今にわかるよ、心配しないで。いい気分になってるに違いないよ。あと少し。完了。私の髪は悲劇だ。美しい髪が、もったいない。なんだこれ、なんでこんなところに。ちょっと、ちょうだい、髪が欲しい。じゃあちょっと待ってね。頭には穴が開いてるから。でも心配しないで、綺麗にしてあげるから。どんどん重ねていくよ。うわ、今までで最高の作品だ。
気に入ったかい、バービー。気に入ったみたい。お、何してるの？うわ、ありがとう。青い髪？そうだ。もうそんなに？え、オリビア？やっほー。うわ、君の髪すごく青い。インスパイアされちゃったのよ。いいじゃないか。準備はできてる？うん、これで大丈夫だ。この数字はちょうどよくしなくちゃね。ウエストは？思った通りだ。うん、始めよう。少し切り刻む時間だ。うお、何か見えてきたぞ。これでいいよね。この色はどう？気に入ったかい？うげー、嫌よ。え、ダメ？うげー。これ、げー？吸って、吐いて。それがファッション？聞こえない。え？ちゃんとやろうよ。しょうがないな。ほら、これ、こうやって拭くの。さあ、その調子。これで落ち着けるよ。どういたしまして。何してたっけ？どうしたんだ？見せてよ。これは使えると思う。うん、きっと気に入るよ。まず膨らませた風船を半分に折る。そして先端を切り落とす。今度はベースも同じように。いいね。風船を広げて風船を足の上に滑らせる。完璧なフィット感。まだまだいくよ。ウエストを引き立たせたいでしょ。小さなベストでアクセントを加える。これで完成だよ。写真撮影の準備はバッチリ。いい感じ。ちょっと、いいスタートだけど、やるべきことはまだある。ネイルが欲しいでしょ。うわ、長い。心配しないで、私がカットするから。これじゃ大変だから、パチッと切っちゃうよ。完璧。これはいいね。尖りすぎてるから手上げといてね。う、嫌な音だな。よし、終わったよ。チームワークが大切よ。え？ハイタッチ、ハイタッチ。もちろんだよ。どういたしまして。うん、この子本当に好きなのかな。どうだろう。待って、首を振ってる。うん。え？見て、バービーが携帯取られちゃった。私が使うから。え、失礼じゃない。ちょっと待って、落ち着いて。わかった、バービーに携帯を作ってあげよう。かわいいでしょ。こんな感じでキラキラにしちゃおうよ。縁として使うよ。周りを囲むの。粘着性があるのも助かる。それに完璧にフィットしてる。次は飾り付け。お金と金、プラスチックで抑えるよ。何事もキラキラがあった方が流行るってね。ラメはいっぱいあるんだ。完璧。自分で言うのもなんだけど。え、ちっちゃくて可愛い。作ったの？うん、バービーにあげる。うまくいった。続き見よう。Wi-Fi につながってる。見る？もちろんよ。ちゃんと見えるように。この動画面白いね。大好き。私の計算が正しければ。ねえ、匂わない？おお。うん、オリビア、君、まさか、まただ。いや、腕を下げて、バービー。脇の下がやばいよ。もうこれ以上は耐えられない。準備はいい。じっとしてるんだ。いいか。息ができない。大げさね。大丈夫、任せて。サロンへようこそ、バービー。一度ワックスをかけたらもう元には戻れない。取れた。
ね。うわぁ、これは濃い。うわ、記憶が。でもいい匂いだ。しかもすべすべじゃん。こんなものは見たことがない。次は僕をお願い。僕も滑らかな脇が欲しい。どう思う、バービー？やめときな。ダメよ。聞こえたでしょ。そんなに悪くないだろう。上、デオドラントつけなきゃ。お腹が空いて何でも食べられそうだ。私も同じ。何それ。私も腹ペコよ。食べたい。ああ、かわいそうに。わかった。たまたまここにケーキがあるんだ。超ちっちゃなケーキだけど。ほら。ああ。なんてこった。何をあげよう。何が欲しいの？私のバッグ？ああ、自分のが欲しいのね。それなら任せて。これが使えるわ。それとこれも。よっしゃ。まずはホットグルーを使おう。それからビーズを貼り付ける。そしてしばらくするとこんな感じに。最後の一つ。よし、おしまい。完成。でももうちょっと付け足したいな。これだ。じゃん。簡単よ。最高に可愛いバッグ。はい、これあげる。あれ、これ私の。すごい。いいのよ。どうしたの？おしっこしたい。マジで？ちょっと待って、マイルズ、これが使える。ほらね、ミニトイレよ。ほらね、はい、どうぞ。臭すぎる。逃げるんだ。はい、すっきりした。大変身したね。本気、マイルズ。こんな変身感動もするか。大成功だよね。うん、もうこんな時間か。見て、剣だよ。馬に乗ってる。やあ。待ってたよ。ほら、行きなよ。しっかり捕まっててね。わあ、ここはどこ？いい仕事したね。ハッピーエンドって最高だよ。一体なんてことしてくれるの？私のせい？人形をくれないから。二人ともストップ。集中しなさい。蓋を開けてみて。うん？わあ、これって何かの冗談？最悪。今度は私。わあ、すごい。バター飴の宝石？すごいでしょ。早速始め。ああ、なるほど。ミンディ、息止められる？頭をボールの中に入れて。ちょっとストップ。何してるの？あれ、違う。今のはなかったふり。難しくないわ、よく考えて。手伝ってくれる？ああ、わかった。水。虫はタンパク質。ちょっと後悔してきたかも。見せてあげる。綿飴をボールの中に入れるの。わかった？知ってたよ。ただふざけただけ。面白そう。入れるよ。どうなるかな？何かが出てきた。人形だ。でも汚すぎる。こんなのいらない。だって見て。残念ね。面白すぎる。なんてこと言うの？あなたのは？ん？ああ、そうだった。見てみよう。いくよ。少しずつ溶け始めた。でもこの綿飴食べたかったな。美味しそうなのに。人形が見えた。髪の毛をどかしてあげよう。出ておいで。
ミンディのこと笑えないかも。私の人形ホームレスみたい。なんだ、私と同じじゃん。もうやめて。で、次は何？知らないわ。あとは二人に任せる。え、いなくなっちゃった。確かに人形は手に入ったけど。どうすればいいの？何かしらしないと。ニキビがひどい。すごく大きい。潰したいな。うわ、できない。気持ち悪い。せめてこれをつけないと。汚れが飛んでくるかもしれないから。手も汚したくない。絞り出すよ。うわ、来た来た。だから準備が大切なの。口の中に入ったんだけど。でもそんなに悪くないでしょ。ちょっとクリーミー。うえ、信じられない。なんでそんなことするの？潰し始めたら止まらない。でも暴走しすぎたかも。直さないと。ボールの中に糊を入れる。これで十分かな。何かが足りない。あ、動かないで。何してるの？まあまあいいから。アイシャドウを借りるね。キラキラしてていい感じ。全部混ぜるよ。しっかり一つになるようにね。完璧。あとは人形に塗るだけ。間違えたくないから動かないでね。これで不純物が全て取り除ける。多分だけどね。羨ましいな。私もスパに行きたい。わー、肌がスベスベ。全然違う。いい感じだね。私の人形も変身させなきゃ。まずは汚れを拭き取ろう。どれどれ。うん、マシ。待って、歯が汚い。ゴシゴシしなきゃ。うわ、間違えた。何考えてるの？すぐ目の前にあるじゃない。え、ああ、本当だ。全然見えていなかった。このブラシを使ってみよう。すぐハリウッドスマイルが手に入るよ。大きく開けて。うん、ミント。でもまだ終わりじゃないの。他には何が必要かな。うーん、あ、このピアス曲げて使ってみよう。いい感じ。人形の歯に乗せればすぐにキラキラになるはず。グレイス見て、どう思う？ナイスでしょ。髪の毛どうしちゃったの？鳥の巣みたい。電話しなきゃ。もしもし、助けてほしいの。うん、本当にやばい。こんにちは、どうしたの？これ見て。触りたくない。魔法をかけてくれる？どう？お金をくれるならもちろんよ。うわ、でもすごく大変そう。とにかく試してみるわね。まずはシャンプー、間違いなく必要ね。ヘッドマッサージはどう？髪の毛も色落ちしてる。私に任せて。水で流すわよ。タオルで拭いたら変身の時間。私は髪の毛のピカソなの。あら素敵。髪の毛にグリッターを散りばめて人生に輝きを与えましょう。完成。うわー、これつけてみて。洋服に合わないと思うんだけど。しょうがないわね。恥ずかしい。これどうぞ。
目が。何よ、大げさね。ああ、キラキラしてる。ちょうだい。どうも、また電話してね。わお、すごくおしゃれ。髪の毛を溶かさないと、いいこと考えた。嘘。イエーイ、坊主にしちゃえ。全部剃るよ。金色の髪の毛、さようなら。針と糸で新しい髪型にするの。針を人形の頭に通す。まずはピンク色の糸ね。明るくて素敵な色。もっと色を加えるよ。頭全体を覆うように。余分な糸は切って元に戻すの。いい感じ。私もこういう感じに染めたい。そしたら双子になれる。似合うね。人混みの中でも目立つこと間違いなし。ミンディどう？わあ、ナイス。人形なんて思えない。洋服も微妙ね。いいこと考えた。こっち来て。はい、クローゼットです。うわー、ありがとう。ファッションショー大好き。何かあるかな。靴のコレクション。ドレスもいっぱい。これ良さそう。ほら、着てみて。ん？ちょっと違うって。じゃあこれは？紫が今流行りなの。わかった。他のね。こだわりが強いんだから。待って、これは何だろう。今まで気がつかなかった。素敵なサプライズ。綺麗ね。プリンセスみたいになれるよ。着てみて。やっぱり素敵。待って、靴履かなきゃ。これが良さそう。うん、ぴったり。小物もね。このデザイナー大好きなの。わあ、まさに大変身ね。でも負けない。こっちに来て。うん、もう一度。誰もいないみたい。嘘、本当に来た。高級ブランドの洋服はないけど、これは使えそう。大丈夫、私に任せて。まずは手直しから始めるよ。指を3本切ったら人形に着させる。子供も見てるから恥を隠して。人形をひっくり返したらここをギュッと結ぶ。ベルトになった。 OK。 次は靴。足にサランラップを巻くよ。大丈夫、まだ終わりじゃないから。グルーガンを使ってキラキラの糊をつけるよ。人形の足に直接ね。乾くのを待って、固まったら切る。歯ブラシのケースにも糊を乗せたらビーズをつける。かわいいカバンができた。信じられない、すごく素敵。これで全部かな。うん、二人とも綺麗ね。パーティーの準備 OK。 楽しそう。招待されているといいな。剣が待ってるから急がなきゃ。おっと、汚れてた。あ、バービー。めっちゃイケメン。あ、誰それ。剣、愛してる。僕もだよ。私も結婚好きなのに。剣が裏切るなんて。新しい人形だ。イエーイ。あ、やった。え、うえ、めっちゃ臭いじゃん。綺麗にしてあげる。まずは汚れを取らなきゃ。蜘蛛の巣だ。う、汚い。うえ、普通のケアじゃ足りないか。じゃ、行くわよ。え、何するの。全身をきれいにしてあげる。魔法の粉を使ってみよう。汚れがキラキラになるわよ。ん、これできれいにしていこう。ん、気持ちよさそう。自分でもやってみようかな。もうすぐ終わるわ。うまくいった。お、顔にも
着いてきた。お風呂の時間よ。全身をしっかり入れて、頭も全部ね。これを上からかぶせとくね。泡風呂は効果抜群でしょ。うわー、綺麗になった。もうすぐ終わるわ。これは使えないか。ちゃんとシャワーを浴びなきゃ。泡風呂でもダメだなんて。でも二度洗えば平気かも。捨てなくてよかった。リデュース、リユース、リサイクルよね。シャワー室の壁を作ろう。あ、いいでしょ。バービーも気に入ると思うわ。彼女のために選んだの。他には何が必要かな。もちろんシャワーヘッドね。バービーのサイズのはないから手作りしなきゃ。粘土に穴を開けよう。たくさん開けてっと。これくらいでいいかな。次は必須アイテム、ホットグルーの出番。あ、ギュッと押して。次はシャワーヘッドに取り付けるの。ホットグルーもピンク色を使って、バービーにぴったりだから。しっかり接着したわよ。うわー、何か足りないな。あ、そうだ、じゃーん、壁にマッチしてるでしょ。バービーも気に入るはず。シャワーの準備はいい？おっと、隠さなきゃ。楽しんでね。覗いちゃダメ。一人にしてあげよう。ごゆっくり。うわー、気持ちいい。時間よ。いい匂い。めっちゃ汚い。でもライフハックがあるから大丈夫。ドレスアップしちゃおう。ずっとデザイナーになりたかったの。バービーが最初のモデルね。完璧なドレスを作ってあげる。あ、プロになった気分。ちょっとだといいけど。うん？着てみよう。うわー、ファッションショー見てられそう。わあ、私とお揃いね。双子みたい。あと一息。可愛いヘッドバンドもつけなきゃ。このボトルキャップを使う。でも色が違うし、サイズも違う。よし、色も変えちゃおう。ほら。あー、完璧。でも家が必要ね。電話してみよう。もしもし、マヤ、どこよ。うわー、夢の家だ。ねえ、どう思う。マヤ、こんな家欲しかったの。どうもありがとう。あー、ワクワクした。うわ、おいで。簡単そうね。へっや。え、パパー、どうしたんだ。組み立てて。あ、わかった、簡単だ。ありがとう。ふん、どれどれ。簡単でしょ。簡単。あ、なんだこれ。牛乳が必要だ。お店は開いてないわ。待って、どこ行くの。もう、いいわ。なんて書いてあるの。わかった。どこから始めようか。簡単なところから組み立てよう。よし。終わったわ。どう思う。おっと、サプライズを忘れてた。内覧会と行きますか。始めよう。必要なものが全部揃ってる。2階に行ってみる。うわー、すっごくおしゃれ。次は寝室よ。私がデザインしたの。いいでしょ。こんな家に住みたいな。どう思う。うわー、マイヤー、最高の家だわ。でしょ。このライトも直してくれ。やだ、あっちに行って。お腹が減ってる。あなたもお腹空いた。行こう。特別なものを作ってあげる。キャンドルライトディナーじゃないわ。でもそれもいいかもね。デートすることになるかもしれないし。とりあえず夕飯を作ろう。定番のレシピなの。
今度のメニューは卵。かわいいでしょ。ミニチュアの卵を作るわね。仕上げは黄身。楽しいでしょ。できた。はい、どうぞ。目玉焼きだ。ボナペティ。おいしそう。あー、すっごくおいしかった。散歩に行かない？ダメよ、お腹いっぱいだもん。あ、大丈夫、任せて。へいや。エクササイズさせなきゃ。自転車を作るの。人形の自転車は売ってないから自分で作るのよ。後部座席が必要ね。これだわ。これは後で食べよう。ポップコーンの匂いがするけど気にしないで。私は気にならないわ。古い CD をホイールにしちゃおう。昔はこれで音楽を聴いてたんだって。どこから聞こえるんだろう。まあいいや。自転車の完成。出発。うわー、すっごく楽しい。あ、I can do… え、誰？え？うわ、めっちゃ可愛い。ケン、この子が新しい彼女よ。え、ジャンキー。一緒に遊ぼう。可愛い人形ね。こんにちは。君は可愛いね。ありがとう。僕とデートしない？デート？楽しそうね。あ、明日にする？なきゃ。家に帰ろう。急がないと。どうしよう、これじゃあデートに行けないわ。サロンに行こう。非常事態だもん、しょうがないわ。ごめん、髪を切るわね。うえ、最悪、髪にくっついてる。全部切らなきゃ。うえ、ハゲができちゃった。これはいただけないわね。いいこと思いついた。心配しないで、すぐに直してあげる。ちゃんと元に戻すからね。リボンを用意したわ。今回は青を使ってみよう。きっとバービーに似合うはずよ。糸をつまんで引っ張るの。楽しい。髪より長めに切って、これでハゲた部分を隠すのよ。可愛い色でしょ。ハイライトを入れちゃおう。はぁ、あ、うわぁ、よく似合ってる。デートの準備ができた。おっと、ヘッドバンドもこれで完璧。あ、忘れてた。メイクもしなきゃ。私に任せてリラックスしてて。必要なものはこの箱に入ってるの。じゃーん、この特別なメガネをかけたら、よし、これで毛穴まで見える。うまくやってね、マヤ。デートに可愛く行きたいから。任せておいて、楽しいデートになるわよ。まずはチークから。白のチーク？マジで？大丈夫よ。剣も夢中になるわよ。次は明るい色。仕上げはこれ。デイジーみたいで綺麗。うまくいったわ。あー、かわいい。私にそっくり。待って、なにこれ。忘れてたわ。こんなネイルじゃダメよ。あー、映画。あ、ごめんごめん。助かった。もうこれはいらないわ。よし、これだ。ちょっと暑いけど、すっごいネイルを作ってあげる。行くわよ。やめて、何をするつもり。もう大げさね。ほら、行くでしょ。これで最後できた。次は色を選んで。この色は嫌。これはどう？いや、これも嫌。じゃあこれは？これがいい。よし、探してみよう。違う、これだ。よし。ちょっとだけ完璧。
失敗しないように集中しなきゃ。できた。うわー、うまくいったわ。めっちゃかわいい。うわー、これで完璧。デートの準備ができたわよ。行こう。あ、来るって言ったのに、どこにいるの。あ、すっぽかされたみたい。なんだろう。あ、ピッピー、迎えに来たよ。来てくれたわ。来てくれたのね。もちろん、行こうぜ。あ、ロマンチックね。うん、一人になっちゃった。はい、どうぞ。え、もう注文してないけど。え、ラバマス全額無料。旅行に行けるなら一人だって気にしないわよ。出発、じゃあね。